こんにちは、ブランドバイヤー社長です。こんにちは、ヒゲです。毎日夜8時更新、火曜日がですね、新店舗、もう名前実は決まってます。ザルールという形で、もっと大々的に言わなくてよかったですけど、いや、ロゴが今制作中でして、はい、誠意制作中でして、まあ、そのロゴが出たらね、はい、こう改めて我々の思いもちょっとお酒飲みながらでも喋ってる回も撮ろうかなと思ってまして、ああ言ってましたね。名前がないと、うん、YouTube の、はい、グループ分けっていうかね、ああカテゴリー分け、カテゴリー分けができないんですよ。なるほど。ザルールとなってます。はい、はい、SM クラブザルール SM クラブなんちゃらエステザルールザーそうです、ね、はい、ということで、本日はもうすでに大々的に告知する前から、僕や、ヒゲのことを知っていただいているお客様からあのお買い取りが続々と、まあ、お前らが新店舗やるんだったら協力するぞということで、まあ、お送りいただいているお持ち込みいただいております。で、まあ、そんなものをねオープンまでちょこちょこ紹介しつつ、こうオープンの準備の動画とかも撮っていこうと思うんですけども、ということで今回からお実際にお買い取りさせていただいたお品となります。はい、こういう思いで僕たちがお値段をつけて、こういう形でお買い取りさせていただいたっていうのを、順次ご案内していきますし、こちらでご紹介したお品はすべて12月括弧予定オープンの、ザルールで、販売するお品となりますので、まあまあちょっと遊びに行ってやろうかなという方はそれも含めてちょっと吟味していただければと思います。ということで最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。はい、じゃあ一発目、はい、一発目これってのは結構いいですよ。なかなかですよこれ。ことぶきって書いてありますから、12月からオープンする僕らのね、寿司屋ザルールで寿司屋ザルール魚菓子ザルール、そうですね、はい、わさびの付け方間違ったしばき回してご体験いただくっていうザルール。ガリ食べちゃったんですか。ああダメですね、お客さんって、塩でいけって言ったじゃない、はい、一番嫌いなやつじゃないですか、うん、金払ってんねんから好きに食わせるな。はい、これ、はい、ビートルズです。うん、ビートルズがね飛行機から降りてくるときに着用してた。だから、はい、北千住ヒゲのお客様はもうこれって存じ上げられてるというか知ってはるんじゃないかな、古着好きな人は。で、そうですね、逆にグレートランドから古着に入っていただいた方はないし、はい、この大阪チームの方から入られた方っていうのは知らないかもしれない、はい、一応参考画像ね出しておきますけれども、でこれ、うん、グレートランドに買い取りで持ってきたらえってなるでしょ多分。いやもう悲劇やったらなんでね、はい、いやちょっとこれ開けずに何か寿司屋のユニフォームが来ましたってじゃあセカンドスレッドさんへってこうなるのか、はい、でもこれって値段つけにくいものよねきっとね。結構まちまちだと思いますしね。で結構僕も古着屋さんおーってなっていくらですかって聞いて、はいはい、あ、もっとホセルですって言われたことが過去思い 2,3 回ございます。おー本当ですか、うん、まあ確かにみんな結構売りたくないですよね。売りたくないっていうようなことを言うようなものかもしれない、ね、お部屋にかけてるだけで、まあ、いつ近年の話だ、まあ、そうなんですよ実際そう、うん、着てる人は見たことないです。かけてるだけで様になる一着、うん、そうですね、まあ、だからまあどっちかというとアートピース的なもん扱えないじゃないですか。あもうそうです、ね、だって1966年の6月30日に来日だってよ、ググったけど誕生日、そう俺が生まれる20年前、あちょうど20年前、ジョン・レノン、あそれは違う、これは違 う, は違う。えこれってサイズあるの。多分ないっすよこれ。ワンサイズだね。ないっす、タグも何もついてないんで、ね、いややっぱさ、なんならパチモン作ろうと思ったらいくらでも作れちゃう、うん、我々こう、はい、アメリカが好きで、はい、まあ、イギリスもちょっと好きだったりとかして、はい、っていう中でこのなんかこう筋が通ったさ、はい、まあアメリカのものではないんだけど、どっちかというと、まあ、イギリス寄りのものではあるけど、これってビートルズが着なければ本当ただのハッピーっすから、そうこれがこうお店にバーンとあればね、うん、ちょっといいんじゃないかなと思います。25周年までなれたら僕ふんどしでこれ着ようかな聞いたことある話だ、はい、まあ、リスペクトしておりますので、はいはい、いいですよね。お願いします。こんなお品も全力でお買い取りさせていただいておりますので、はい、お待ちしております。はい、次です。バドワイザーのキルティングブルゾンですね。これはね、はい、僕大好きですな。そうですよ、うん、ちょっとこうシャツ、このタイプってさ、はい、こう中綿でさ、はい、ステッチ開いてもシャツタイプみたいなのが多ない。あ、そうですね。あれは正直いつ近年と思うね。しかもあれ系って結構ウエストシェイプしてあったりとかして、そうそうそう、いかにも70年代過ぎて、でウエストシェイプで細く見えるように作ってくれてるのに、はい、中綿入ってるから太って見えるっていう、もう意味のわからんまあこれは形いいですよ。いやバッチリよ、ボックスシルエットで、ね、あとこの袖リブね。そうですね、ここポイント高いでしょ。確かに確かに、うん、これはいいと思いますね。レーズデッキかみたいな形してますけどね。でバドワイザーの総柄で、はい、裏地は赤の、まあ、ナイロン、ポリナイロン素材で、はい、でセブンティーズってめっちゃ襟が大きいじゃないですか、うん、でもこれ程よいからなんか、はい、ようそこで持ちこたえてくれたっていう。そうですね、結構グワッといっちゃったりね。デザイナーに
あの50年越しに喝采を送りたいわ。そうですね。これどこなんだろう、出してる。あ、なんかちゃんとブランドもついてます。スイングスターって書いてます。ウォッシャブルです。ただこれはね、正直あのお買い取り、こうあとここのね袖ポケットもね、そう、袖ポケットあるの気づいてなかったでしょ。気づいてなかった。まあボールペンとかじゃないの普通に。なるほどっす、なるほどっす。でこれは本当に査定する人間でだいぶ変わってくる。そうですよね。でも好きですもんね。大好き。僕も結構これは好きです。バドワイザーのセブンティーズの袋の中、シュプリームが作ったらこんなんなるやろ。あ、なると思います。絶対なると思う。で結構ルックで使われて、意外と争奪戦になって、3、4年後ぐらいになって欲しいっていうのが増えて高くなるみたいなっていう、まあきっとサンプリング実はあまたのブランドがしてるんでしょうけど、そんなこうありそうでない。今までこんないいバドワイザー僕はあんま見たこと。結構出したよね。まあまあ出したと思います。はい、出させていただきました、はい、一発 OK いただきました。はい、ありがとうございます。お送りいただいてお願いします。次、これもだからね、ひげ入りの人はうんうんうんってなれるけど、はい、あのチーム大阪は、はい、ん、あ、本当ですか。おばあちゃんちの、おばあちゃんちの引くやつ、引くやつ、まあまあ、カートコバーンがね、着てたのと、色違いなんですけども、ニック&ノーラの、同じ柄のパジャマパンツ、実はこれ2本同じ方からお買い取りさせていただきました。ありがとうございました。どうですか。俺好きよ。あ、本当ですか。だからカートコバーン靴何履いてたっけ。これにいつか、分からんす。調べてみよう。ジャックパーセルとかじゃないんですか。もうジャックパーセルのイメージしかないです僕は。まあね、これねポケットついてるからいいですよね、普通のパジャマパンツ違って。カートコバーン、パジャマパンツ出るかな。パンツ自体は出そう。カードが着てるの緑ですからね。緑です。いや見えへんわ。まあ画像貼っておきます。でこれ復刻もされてるよね。復刻があります。はい、これは古い方ですね。パンツっていうのがまたこれちょっと洒落てない。まあそうですよね。シャツもいいけどパジャマシャツの方も、パンツだとまたコスプレ感が和らぐかなと。確かに取り入れやすいのはパンツですよね。で、まあ、ジャックパーセル履くなら黒の今ならニューバランスとかの方がいいんじゃないですか。確かにジャックパーセルはちょっとなんかちょっとブーツにしてはパンツの生地が柔らかすぎるからね、はい、なるほど、変だろうしっていうの でこの辺もやっぱりそれこそ僕たちこうね店頭でお客様と接客させていただく時だとか、はい、まあ、こういった YouTube もそうですけど、はい、話のネタになるじゃない。まあそうですね。でまあこれカートが着てるからグリーンが人気あるけど、はい、カートがベージュ着てるからベージュも人気あるから。そうなんですよ。合わせやすいのはベージュなんだ。そうですね、はい、そういったことも含めて、はい、いやまあカートの色じゃないんでねとはありますけど、でもその分やっぱプライスも落ちますから。そう、はい、なので、お買い取りとしては頑張らせていただいて、販売としてもある程度リーズナブルというか、あ、まあ、この値段ならっていうところで、せっかくなら復刻よりオリジナルを、そうですね、着てみて履いてみていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。次ちょっとコスペシャルです。まあスペシャル、あ、コスペね、はい、まあ、だってクリアに行っても売ってはないですからね。じゃん、こっちがね、あら、ごめんなさい、はい、レッチリのパンツですね。4つホットチリペッパーズ、4つホットチリペッパーズです、これはいいんじゃないですか。タルテックスボディでサイズ L、 状態もいい。これは即売れじゃないですか。これは多分そうですね、まあ、お買い取り持ってきていただいた時点でもう、はい、地べた舐める気持ちでありがとうございます。そうですね、本当にそうですよ。我々にお金恵んでくださったらありがとうございます。本当にそうですよ。こういうのはもういくらでも買い取りたいです。そう、はい、いくらでもっていうのは数としてで、今このね、いなたい感じのシルエットがまたまさに来てますからね。まあこれにニューバランスじゃないですか。まあ結局そうなるよね、うん、結局ニューバランスになっちゃう、うん、上にちょっとレッチリの T シャツ着るのはやばいな。いやちょっとそれはね、いやそういうのを他のバンドを混ぜずに、まあ、あんまりめっちゃサンフェード効いたチャンピオンのパーカーでもちょっとまあ同じスウェットですけど、異素材ですけどセットアップとか、はい、僕は好きかなと思います。この辺ももう僕たちも1ゾンで、いや2ゾンで、はい、いやもうユニゾンで、ユニゾンでしっかりとお値段ご提示させていただいてお買い取りさせていただきました。はい、ダテンさんに持ち込んだらどうなるんだろう。そんな使うと思うの。でもなんか僕たちの買い取りの基準ちょっと高めなんで、そんなにはつけてはくれないんじゃないかなと思いますけど。なので、まあ、T シャツがね、はい、今空前絶後の大ブームではございますけども、はい、こういったスウェットパンツだけではなくて、はい、まあ、キャップですとか、はい、まあ、クルーネック、パーカーもちろんのこと、はい、なんかあるじゃないですか、デニムジャケットとか、ああいったものもやっぱりお店の彩りとしてはぜひとも欲しいので、でまあ、グレートランドとちょっと親和性はありますが、グレートランドは基本的に T シャツ専門店でやらせてもらってますので、はい、ぜひとも、頑張り、お買い取り頑張らせていただきますので、こういったパンツとか、まあ、グッズですな、お持ち込みください。これみんな欲しいですよ、うんうん、はい、じゃあ次
ありです。全く喋れませんのでお願いします。いやでもこれね、全く喋れません。僕はね、もう喋ることがないからね、はい、こうリクライニングしてる。これ響くんが欲しいって言ってました。彼がそういうの言ってるイメージないですけど。でも今はなんかやっぱり注目されてるのはこの辺なんじゃない？いや全然分からへんわ。なんでですか？ごめんけど。その流行ったの、俺が20歳ぐらいの時に、はいはい、いやもっと前かな、18ぐらいの時かな、はいはい、20年ぐらい前もそれで来すぎてちょっと俺はもう、はい、でも今さ、はい、これをまた買われてる、例えば俺世代よりもっと上の方々とかってやっぱ、はい、20年越しのリバイバルって形でもう一回再燃してあるってこと？そうなんじゃないですかね。ただ年齢差高めの方よりも今若い子たちの方が欲しがりますね。やっぱ37と一応31なんでね、はい、そこの違いもあるのかな。僕もなんかもっとこうチープなもののイメージなんで、うん、最近の価格上昇にはびっくりですけど、でも、はい、海外の方とかがねインスタグラムでよく着てはるのは見るし、かっこいいなと思う。僕はちょっとね、どうだろうか。今度チャレンジしてみようかな。でもドラッグジャケットですか？あでも俺あれ買ったで、この前福岡で、ロス五輪かなんかのベロアのジャージのセットアップ、リーバイスの。リーバイスのやつですか、うん、何ロスか。青。あベロアやったらね、まあまあまあ、下もセットですか？セットで。値がヤンキーだからさ、僕も持ってます、ベロアジャージがやっぱり。はい、ということで、はい、結構俺な、これはもうヒゲの一存で査定させていただいたんで。そうですね、あなた好きよね。いや好きですよ、ずっと好きです。まあ、ただ着てないですけど、うん、下だけ履いてますけど。出張帰りも全国津々浦々、はい、空き時間で一緒に行かせていただいてますけど、はい、ATP っていうの、これ ATP ですね。これ何の略なの？オールテニスなんとかみたいな、アディダストラックトップみたいな感じだと思ってた。いやほらテニスの、あテニスジャージ。なるほど、はい、ですのでヒゲがもう、はい、はぁはぁ言いながら見つけたら全部ね、はい、売ってくださいって言って、はい、ですのでお買い取りお待ちしてます、はい、大好きです。よいしょ、次。あこれね、ヒゲが全く食いつかなかったほしいですね。あもともとヒゲのお客様がおいただいたものなので、これ僕がいてよかったですよ。これいや本当そうです、ね、ヒゲがつけた金額の僕倍言いましたもん。そうです、全然倍言ってました。なんかまあオールドモンクレーっていうのは、まあ、モンクレー自体はね正直僕のイメージですよ、はい、現行モンクレーがもう流行りきってちょっと廃れてしまったっていう印象があるので。そうですね。ただこの、この年代だけ年代だけ年代特有のことわけわからん CM とかもう腕ゴン太とか、なぜこの斜めにスナップする人があったんだとか分からんすよね。まあ、おそらくその雪よけというか、はい、そういうことなんでしょうけど。でもさ、今そのベトモンとかそういったブランドがこういう形サンプリングしてると思うので、はい、そうそう、こうついてんのよ、言うたら。これってシリアルなんですか？うん、そう。だからそういうのも含めてなんか、まあ、これが例えばさ、はい、お店で5万円とか6万円つけてると、はい、ちょっとあれなんだけど、はい、まあ 2,3 万円でオールドモンクレのこういうとこティファニーブルーみたいな、はいはい、で色はとってもいいと思います。これ、はい、やっぱりあのパンツはじゃあちょっと太めでね、はい、ハーハートのダブルミニデニムとか、あとリーバイスの人はあの新店に向けて僕が貯めたシルバータグとか、はいはい、バギーとかに行って、はいはい、であの中に結構ねチャンピオンとかのパーカー着てまして、ストリートっぽいシルエットなんだけどみたいな、ちょっと一個一個選んで洗練された雰囲気の感じだよねっていうの。あとこんなにコミックタグが綺麗になったのすごい。これ2000年代初頭のやつとかでもコミックタグも取れてるもん。これって、うん、モンクレこのタグのイメージだったんですけど、うん、内タグ今違うんですか？今違う。あそうなんですね、うん、これ好きだったんですけどね自分。コミックタグはねやっぱプツプツプツすぐ取れちゃうのよ。なるほどっす。コミックタグでの本物にしてこの見え方とかあったもん。あそうなんですか。この鳥のシワが一本あったよ。鳥そうなんですね。まあ、物自体はね間違いなくいいものなんで、このデザインもねあのまあザーオールドモンクレーかーって言ってこういったシルエットとかサイズ感とかコンディションに付加価値つけずにお買い取りさせていただくのと、はい、こういう風にお客様に着ていただきたいな、そしてあの新店ザルーに置きたいなっていう思いでお買い取りさせていただくのと全然、ね、価値の出し方が変わってくると思うので、こんな感じでまだまだたくさんお買い取りさせていただいたんですけども、長くなると言うともう僕ら編集死ぬんでとりあえず今日は6点ですね、はい、ご紹介させていただきました。まだまだ実はすごいドスペシャルですとか、はい、そういったものもね、なんかすごいよく見えてきた。ああ、そう。全然俺の話聞かないの。よく見えてきた。着てみてよ最後。最後そうですね。入るかな。入るんじゃない。最近痩せてきたと、うん、定評のあるそうですから。あ、いけるいける。今までの僕で一番似合ってる。パタゴニア全部捨てよう。可愛い。いい色だ。はい。ちょっと画面越しにしか見えないですけど結構いい感じ。ほぼ。はい。こんな感じでね、はい、着てみてやっぱいいものっていうのは。うん、店頭でやる一番の感じだと思いますし、もうマイク聞いてる言うてるのにガサ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 するからという方もね、音声終わってると思うんですけども、はい、そんな感じで、2人でやってますので、新店に向けてのね、お買い取り、皆様のお買い取りも
季節の変わり目でございますが、夏物も大歓迎でございますので、季節は見てみますか、シーズン、古いヴィンテージの品をお買い上げお待ちしております。詳しくは、店頭買取はこちら、ブレートランド大阪ないし北千住ヒデにお持ち込みください。郵送買取に関してはちょっと管理を一点も大阪でやってますので、大阪ブレートランドの方にお送りください。お気軽にお電話ください、はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。毎日午後8時更新のザルール動画でございました。それではバイバイ。